はい、前回の続きでございます。早くね、ゲームオーバーにな、あ、ゲームオーバーだったかな、前回。あ、ゲームオーバーになりそうで、あ、でもゲームオーバーだったんじゃないの、前回。もうお金がすごいなくて、ほら、もうこのマップゲームオーバーなんだよな。そう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 、新しいのをやろう、今回から。このゲームはね、細かすぎんだよね。前回これをやったので、今回こっちをやりましょう。全然クリアできないのね。OK。行きましょう。イージーで行きます。まあ、なるべくお金は使わないというのが大事ですね。アイアイさん、失礼よ、プレジデンテ。ご機嫌を伺うはずが、あなたの海賊時代を思い出してしまいましてな。すべてはカラドナーダで始まりました。天然資源の乏しさゆえに島の者が砂を食べるようになった島ですが、そんな彼らをあなたが救ったのです、プレジデンテ。そう、あなたの海賊の才能で。それでは大海原を股にかけた冒険の日々にお連れしましょう。総督、あなたの断固たる意志の前には興味を引かないような陰気な島などないのです。船がいちいちぐるっと回ってくるんだね。私は自問します、総督。目的が正しければ卑劣な行為は正当化されるのかと。でも独立のためにはどんな犠牲も。トウモロコシね。トウモロコシできないやん、この土地。ここら辺だね。まあ近場で言うとこっちかな。
1個でいいや。海賊の入り江ができました。いいえ、家じゃありません。あ、まあある意味家ですが。ごきげんよう総督。いい島ではない。いささか殺風景だが、クッションでも置けばそれなりに華やかになるだろう。ラム酒作れるのかな。ちょっと待って、ラム酒皮ちょっと一回やめてさ、今選べないといけないの、これ。木は生えてなかったと思うんだけど、これかこれだね。こっちにしてみるか。なんか畑できなさそうなんだよね。皮を生産して革製品を処理して、皮、牛、牛、ワニ、牛かワニだね。全然ダメじゃんこれ。ワニは皮だけだけど、牛だったら肉もできるから。数多くやればさ。選択肢があるのは、帝国軍へ輸出する。
川はないね。金。コーヒー、タバコ、バナナ。コーヒー、タバコ、バナナ、麺。コーヒー、タバコ、バナナ。この3つを比べると、似たような感じだね。コーヒーの方が、ああでも似てるね。どれでもいいね。コーヒー、バナナ、あとなんだっけ、あと、コーヒー、バナナ、麺、麺、金、麺、金、麺ってなんだっけな。どれでも同じですね。金はあるかな、金。あ、金がいいね。金がなくなってる。もうなんで一個ずつだって立てんの、めんどくさいな。あー、もうダメか。荒れる大波、浴びる大酒、海賊か。これがすぐになくなるな。
これ繋がってねえのか。上陸。もうなんで途中で切り替わるんだろうね。ムカつくな、本当に。ああ、もう。ムカつくな。ああ、もうなんだよ。操作しづらいな。なんでこれ引けないの？ムカつくな、もうやりづらい、このゲームやりづらい。ああもう疲れた、もう疲れた。しばらくは放置。時間が来たんで今回はここ。